こんにちは、えー。今回のサムネのタイトルは、えー、日本の X デーは〇〇末、〇〇日っていうふうにしましたけど、えー、それはですね、まあ、この、つくの予言でですね、日本の X デー、まあ一番重要な変化の年っていうのは、えー、10月なんですよ。それが予言されてんですよ。で、まあその前とその後で、まあ、いろんなものが変わるであろうと。ですから、その、 日に向かって、徐々にこう悪い方向に、まあ5月、9月といって、10月のその日に、えー、何か大きな出来事を、まあそれはもしかしたら大地震かもしれないですし、まあ、段のミサイルの着弾とかかもしれないですし、まああるいはもしかしたらいろんなものが積み上がっていって、政治的な大変革が起こるかもしれないし、えー、まあ国体が変わってしまったりとか、いろいろ考えられますね。 まあそれはだんだん近づいてくるにつれてわかると思うんですけど、まあ当面ちょっと5月が危険なんで、前の動画で5月がちょっと要注意、特に東京ですね。えー、まあモディさんとかクワットの、えー、まりがありますと。今、ドイツの、えー、ショルツ、えー、首相がちょうどモディさんのインドに行って、えー、1兆円以上の金を君にあげますから、インドにあげますから、どうか西側についてくられて、超略の手を伸ばしてるんですよ。それに対してモディさんは、えー、まあ、 戦争には勝者はないと。すべて敗者だと。だからお互いよく話し合ってやめた方がいいとかってうまくこう、煙巻いてるんですよね。インド人独特の。で、そのですね、今度第2弾のえクワットの会議、モディさんを西側に引っ張り込もうっていう会議が東京で5月の24日に開かれますと。つまりその日にバイデンが来て、5月のまあ22日に日本に行って、そして24日は東京にいるわけですよ。えー、まあ西側のですね、えー、首脳が えー、その日にどこの場所にいるかっていう敵が、えー、世界を二部する今戦いが起こってますね。その片方の、えー、トップが、えー、その日の何時にどこにいるかっていうのはわかるってのはこれ非常に危険なんですよ。ですからプーチンも5月9日に、えーまあ、戦勝パレードしますよね。その日にはですから、えー、モスクワの赤の広場の前にいるっていう。こういうの一番危険なんですよ。今特にあのミサイル技術がすごい発達してるからドローンとか、えー 地球の裏側からでもいろんなことができますよね。その日、一時その場所に、そこにいるっていう人間に対してはですね。はい。まあですからこういうリスクを犯してでも日本の東京でクワッと開きたいと。まあ、インドの15億人が、まあ西側に入ったら、多分ロシアは負けると思いますよ。負けると思いますよ。ここは確かにあの一つの分岐点、噴水嶺なんで、えー、インドがどちらの側に入るかですね。ユーラシア同盟の側に入るか、えー、いや、 西側証拠に入るからですね。インドっていうのはキャスティングボードに行ってるんですよ。まさに、平成木原の小早川隆景っていう、こういう位置にいますね。はい。石田三成も徳川家康も、えー、小早川隆景をあの合戦の最中に自分の味方に入れたくて、いろんなことをやりましたね。まあ、ちょっと歴史の話になっちゃうと、大好きな歴史なんで、いろいろ話なんですけど、まあ、三成は朝からお腹が痛かったと下痢をしてですね。で、何回も小早川秀明の陣に自ら馬を乗っていったと。 だけど、えー、出てきてくれなかったと。それに対して、徳川家康は小早川秀明に、決邦隊を打ちかけたところ、それにびっくりして、東軍に参加して、そのまま西軍に流れ込んだ小早川秀明は、えー、が流れ込んだんで、そのまま、三つなぎは全滅してしまった,った,ったら。っいうのは、一応、柴雄太郎説ですね。まあ、普通の歴史の説になってるんですけど、はい。まあ、話は戻しますけど、まず第一、今回のですね、まあ、地球石ヶ原。 ロシア対ディープステット制度ですね。ええー。まあ、ウクライナの人たちが今いろんな国に見えてますと、だけど日本には行きたくないって人が多いんですよ。実際にはほとんど来てませんね。わざわざ林外務大臣が飛行機に乗って、期待しとって募集したんですけど、ええー。30人に行ったところ、1人ぐらいしかいなかったんですよ。ええー、週刊文集の記事なんですけど、ウクライナの人たちが日本に行きたくない大きな理由が3つあって、1つは地震が多いと。 あの、地震が少ない、ない国の人たちって地震があると、ものすごい恐怖心感じるんですよ。日本でも広島の友達が東京に、大学に出てきて、地震が、私と一緒に出て、地震が起きると、ものすごい驚き方するんですよ。地震ってすごいんだね、なんて言うんだ。東京に住んでる私からしたら、こんなの普通だよとか、全然対策ないじゃんっていうのに、ものすごい驚くんですよ。で、一つが地震なんですで、二つ目が、遠いっていう距離ですね。まあ、遠いですね。ウクライナ地球の逆,参加者さん逆がですね。 で、三つ目がポイントで、ウクライナ人っていうのは、日本がロシアの次の標的になるっていうふうに考えてるんですよ。日本が、ウクライナの人たちは日本がロシアの次の標的になると。まあ多分その前にですね、えー、ナトウ諸国に入るってったフィンランドとスウェーデンがこれ出てきたんで、これはプーチンにとっての生命線なんで、こっちが多分第一の標的になると思うんですけど、その次の標的が日本なんですよ。 えー、林外務大臣と岸田さんっていうのは、すごく政治センスがないんで、プーチンの勘に触るようなことばっかりやってて、えー、まあ、アゾフ大隊をですね、まあ、日本の公安のですね、えー、指定、テロリスト、リストから、何の、正当な理由もなく外してしまいましたと。それを、ロシア政府の方は目ざとく見つけて、えー、それを外したということは、日本の東京は、えー、ネオナチの拠点の一つであると我々は、 指定するって。日本のネオナチの拠点に指定された、えー、東京に5月の24日、まあ、バイデンとか岸田さんとか大詐欺首相とモディさんが来ると。ですから、その前日とか、前々日とか、ちょっと前、一週間ぐらいいうのは非常に危険な、えー、時期になりますと。まあ、これまでもですね、国連事務総長が、えー、キーウに行くと、キエフに行くと、その国連事務総長の近所に、キエフの柱中の近所にミサイルを打ち込んだりとか、まあ、バイデンがポーランドに行くと、えー ウクライナの西側にミサイル撃ち込んだりとか、こういう嫌がらせを絶対していくんですよ。これ戦略上、戦術上絶対必要なことなんですよ。政治的にも、戦術的にも。ですから、バイデンが5月の24日に来ると、5月の22日に日本に来たとしたら、まあ、羽田とかあんなとこ使わないで横須賀基地とか、あの、横田基地とかあの辺使うんでしょうけど、まあ何か日本に、いきなり日本国,国内にやってくる可能性もありますし、まあ日本海ぐらいにはミサイルを着弾させるでしょうね。はい。 まあ、このあたりがですね、こういうところ、どういうことをやるのかを想像するところが実はこれ戦争とか戦略とかのセンスなんですよ。脚本を書いてるわけですから、戦争のですね、最も効果的にバイデンに対して嫌がらせ、あるいは最もゼレンスキー、ウクライナのゼレンスキー大統領が和平を結ぶ、プレッシャーをかける、そういう嫌がらせのセンスってすごい重要なんですよ。嫌がらせのセンスっていうのはあんまり使わない言葉なんですけど、こういう嫌がらせのセンスとか、 えー、恐るべきしつこさとか、こういうのが戦略、戦術には非常に必要なんですよ。相手が一番嫌なことをやると。はい。で、まあ、米軍基地が多くある日本は、実は NATO 加盟を目指すフィンランド、スウェーデンのバルト海方面の次に強敵になる可能性があると。ロシアと日本は北方領土問題も抱えているだけに、ウクライナの人は日本行きを避けたいと。 まあ、ロシアと日本の北方領土問題って日本人ってほとんど意識してないんですけど、むしろウクライナ人とか向こうの人の方がロシアと日本は領土問題で非常にトラブルを抱えているっていう。まあ、これは戦争になる可能性もあるっていうふうにウクライナの人は考えてるんでしょうね。日本人はパークにーなんて何も考えてないですね。えー、日本はロシアから非友好国に指定されており、ウクライナにドローンや防護マスクを提供したことでもロシアより刺激していますと。ミサイルが飛ばないという保証がないと。ミサイルが日本に 飛ばないという保証がないと、ウクライナの人たちは実感としていかないと。だから日本には行きたくないと。距離も遠いし、地震も多いと。ウクライナで今起こっていることの延長線上に日本もいるのです。いつまでも対岸の火事では済まされないっていう風に、まあ、文春の記事に書いてあったんですけど、こういうふうにウクライナ人は持ってですよ。ですから、戦争の真っただ中にいるウクライナの人たちから言うと、まあ次はフィンランド、スウェーデン、そして日本だっていう。もう指定されてるんですよ。そして5月の24日っていう。 またここでですね、日本人の応募系を、もう話をするんですけど、まあ、ちょっと、テレビ番組を見てたら、えー、まあ、ロシアが次にもしも核を使うとしたらどういう核の使い方をするんだろうっていうのを、まあ、日本の軍事専門家と、あとアメリカの、えー、まあ、国防省が言った見解が全く違うんですよ。あと、ヨーロッパ人の、NATO の言う見解も全く違うんですよ。まぁ、あ、一つ目、日本のですね、えー、国防研究所の某、 研究員が言ってたところによると、ロシアはまず、ウクライナの草原地帯の誰もいないところに核ミサイルを落とすだろうって言うんですよ。限定核、小型核ですね。で、それに対して多分アメリカも、ロシアの誰もいない原野に核ミサイルを落とすだろうっていうふうに言われてる、その、えー、やり返しでですね。えー、これ全くあの、アメリカ、アングロサクソン系の人間からすると、全然発想が違っても、も平和ぼけした日本の人種が言う、これ、感想であって、人を殺さないように、 やると思ってんですよね、日本人って。全然戦争っていうのはなんか別な、別世界の話に感じてんですね。日本ってもう領土、竹島も取られてるし、北方領土も取られてるし、えー、日本って結局、えー、分割統治されてるんですよ、外国に。で、実質的には中国にも取られてるし、アメリカにも取られてるし、ですから今の日本は五角分割統治なんですよ。これであるにもかかわらず、日本の、えー、人たちは、まあ、煉獄さんとか、鬼滅の刃の煉獄さんが、新型見ると泣くとか、 まあ、ワンピースとか、えー、あと、えー、佐々木朗希がピッチングしていたところ、あの、審判のアンパイアがマウンドに詰め寄ったとか、そんなことで大騒ぎしてますね。はい。もう完全に 3S 政策の、えー、結果ですね。まあ、最初に、これが日本の、えー、ロシアがどういうふうに核を使うかの一つの推測だと、専門家のですね。で、アメリカの議会で話されたことによると、まあ、ロシアは最初に NATO の本部に核ミサイルを撃ち込んでくるだろう。まあ、ベルリンですね。に撃ち込んでくるだと。 それに対して、じゃあアメリカはどこに打ち込めばいいかっていう。じゃロシアの首都、モスクワに打ち込んでやろうとアメリカ人が思うかっていうと、実は意外なとこなんですよ。いろんな候補地を挙げたせ、最終的にはどこに、えー、アメリカは報復攻撃ですね。NATO に対するベルリンですよ、ベルリンに対する報復攻撃を、核ミサイルを撃った時の報復攻撃をどこにするかっていうと、ロシアに対して。それはロシア本土ではなくて、ベラルーシっていう国、隣の国ですね、同盟国。 ベラルーシに打ち込んでやるっていうふうに結論が出たってんですよ。日本はなんか原野に打ち込むっていうふうに、もう全然発想が違いますね。プーチンは多分、米国の国防省の専門家から言うと、プーチンは多分、ナト o の本部に打ち込んでくるそれに対して、米国はベラルーシに打ち込んでやろうと。まあこれがプーチンに対するものすごくプレッシャーになるだろうって意味なんですけど、このぐらい日本とですね、まあアングロサクソの発想って違うんですよ。 あと、ですから、この、まあ、ここで出すんですけど、火付け信じとか、この、えー、ダニエルのエゼケの予言によると、まあ、一番、プーチンとしてはフィンランドとスウェーデンが NATO に入ってしまうことを一番これが懸念していることで、これはウクライナに戦争を起こしたのとじ同じぐらいの、えー、ロシアにとって危機なんですよ。これを多分なんとか解決したいんですよ。まあ、プーチンって武道をやってた人なんで、非常にこういうところを見抜くのが、 えー、得意っていうか、そういう才能あるはずなんですよ。これまでの政治的な手腕、業績を見る限り。それに対して、じゃあ何のためにミサイルを打ち込むかってまず考えると思うんですよ。まず一つはゼレンスキーと、ゼレンスキーが、えー、凹んで、ロシアの有利な朝廷をロシアとウクライナで結ばせるって、これが一つの目的ですね。もう一つはフィンランドとスウェーデンが NATO に加盟を諦めるっていう。 これが二つ目ですね。まあ、もスウェーデンとフィンランドのはもしかしたら重要な問題かもしれませんね。で、この二つの目的のためにどこに核ミサイルを打ち込むのが一番重要かって考えた時に、えー、出てくるのがエゼキルの源なんですよ。まあ、これ別の動画でも言ったんで言いませんけど、あと、日本っていう国が標的にされる大きなもう一つの理由はですね、ウクライナ人も言わなかった理由は、日本っていうのは NATO にも加盟していないと。 あと、日本には核シェアリングもないから核も持ってないと。ですから日本に撃ち込んでも反撃してこないと。日米同盟の中には日本がミサイルで撃たれても、その防衛に関しては日本独自でやりなさいっていうふうに、そういう流れがあって、バイデンは日本なんかはっきり言って助けないし、日米同盟の中には別にロシアがえ日本にミサイルを撃ち込んだから、そのロシアと戦争しなくちゃいけないっていう情報はないんですよ。ですから、日本にプーチンが撃ち込んでも多分、アメリカは何もしてこないと。 これはですね、もう、プーチンの、えー、電気の中でも有名な話で、まあ、いろんな意味で、コソボ紛争とかアメリカが、えー、関与してきましたね。その時、いろんな、プーチンも、いろんなことを試して、アメリカは、核保有国に対しては、絶対に戦争は仕掛けてこないっていうのを、プーチンは確信してるんですよ。まあ、このエピソードはまた別に、えー、話、機会があったらお話し,しますけど、ですから日本に打ち込む確率って非常に多いんですよ。核も持ってない。独自に日本国内で、 核も保有してない。さらに核シェアリングもしないし。しかも NATO にも入ってないのに、NATO の会合に勝手に参加して、フィンランドと、えー、スウェーデンが NATO に加盟することを後押ししてると。で、プーチンの悪口を言いながら、さらに中国の悪口を言いながら、まあ、さらに、えー、バイデンと東京で24日にモディさんをこちら側に引っ張り込むための会議まで東京を提供してしまってると。えー、さらにアゾフ大隊を、えー、テロリストしていこうから抜いてしまって、えー ネオナチしても東京は受けてしまっていると。こういう非常に危険な状態なんですよ。まあ、これ第一段階でまださらにどん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 長くなってくるでしょうね。このあたり日本の首相はですね、えー、情勢を読んでうまくプーチンにそんなこと言われないように管理触らないようなやり方で NATO 勢力のがうまく回らないと、えー、ですがセスないんですよ。岸田さんにしても林外務大臣にしても。どん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 ,どんプーチンの管理触って標的の度合いが上がっていると。 しかも、日本の大都市圏なんか打ち込むのは非常に効果的ですよね。ですから、これを見た、これを見たゼレンスキー大統領が震え上がって、こんな風にはなりたくないと、恐怖心を持ってロシアの有利な、えー、調停を結ぶと。こういう効果のある、えー、有効な核ミサイルの使い方の使う先ってのは日本がやっぱ入ってるんですよ。日本とですから、えー まあ直接ですね、フィンランドとスウェーデンには、まあ、打ち込まないと思うんですなんでかってっその後ロシアは、あとウクライナにも打ち込まないと思うんですよ。なんでかその後ロシアはそこの国を統治しなくちゃいけないわけですよね。ですから統治国、統治国にウクライナや、えー、スウェーデンやフィンランドみたいな統治国に打ち込むと、その後の、えー、合併した後に、えー、うまく統治ができなくなるんですよ。ですから逆に全く関係ない、えー、日本とかイスラエルですね、効果的な国に打ち込んで、 フィンランドとスウェーデンを震え上がらせるか、あるいは日本に打ち込むっていうのは非常に効果的なんですよ。こんな日本みたいに高度に発達した、えー、工業社会、工業国家、東京なんてのは世界でナンバーワンの街ですよね。こんなところに、えー、打ち込まれたら、打ち込むことがある。紛れないだろうってみんな思ったん世界の人は。ですけど、やるんですよ。かつてヒットラーっていうのは、まあ1940年、えー、ロンドンに大爆撃を何度も仕掛けましたと。 最先端のロンドンがまさか空爆を受けるなんてことは考えられなかったんで、当時の人はもう震え上がりましたね。これによってですね、ヒットラーの近隣の国っていうのはどん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 ヒットラーに対して同盟を組み始めたんですよ。ですから、その、こういう例を、プーチンもちゃんと研究してるんですよ。どこに打ち込むのが効果的かっていうことですね。はい。まあ、こういう意味からもですね、東京非常に危険でですね、まあ、岸田さんと林さんはまさにその逆のことをやってるのは誰が見てもわかるんで、まあ皆さん、 自分の身は自分で守ってください。はい、今日は以上です。どうも。